耳で読む生命よ永遠に。13未知への期待。危機物語。未知への期待。ダゴールは朝になった時、私は光を仰いで、自分がこの世の中でよそ者でなかったことにすぐ気づいた。と、生も死も共にあの御方の中の出来事である喜びと平安を歌っている。人はあの御方から分離している間だけ孤独であり、生も死も不安なのである。赤子は闇の中から光の中へ出てきた時、不安で泣き叫ぶ。だが、すぐに優しい愛の腕に抱き取られる。死もまた少しくらいは不安であろう。だが、やはり生まれてきた時と同様に、誰かが優しく愛の手で抱き取ってくれるのだ。生と死を超えて人間はいつでもあの御方の中に生かされてきたのだ。人間の思惑を超えてあの御方はいろんな次元演出をなさる。神秘の奥の英知を知らされていない人間は分離した心で怯える。だがしかし愛と慰めと平安は久遠常住にいつでも身に寄り添っているのである。死が暗い間だけ孤独である。だがその孤独はあの御方の増しますことに早く気づきなさいという目くばせであった。人は気づきによって死の観念を駆逐することができる。大いなるあの御方に目を注ぐとき、死さえ希望と知られてくる。人はあの御方から分離し旅をし、力尽きてまたあの御方のもとへ帰ってくる。ボロボロになって疲れ果てて帰ってきた放蕩息子をあの御方は涙を流して優しく抱きしめてくれるのである。